日は大文字山登ります。今年2回目ですね。2023年2回目の登山、はい、大文字山で行きます。手上げ駅からスタートです。はい、行きましょう。みんな鉄道で写真を撮って、琵琶湖疎水ですね。気向かい大事に台は少ない。ナイクエコス、ここから先はカメラオフ。はい、天野岩戸チャンネル、誰が隠れてるでしょうか。いいよね。また戻ってこないといけない。逃げられる。あ、カメラも入ってるな。うわ、奇襲のピラミッド。これなんか無事が保証された。これ海が開けない。おお、開運だそうです。大門寺山2時間何してもらう。使ったことないですか。もう近いよって言ったらさ、関空って和歌山県に近い。あったアキさん、足を下に持ってくる。ちょっと油断だったね。で、まあ3月だというのに暑いです。
頂に着いたみたいです。なんとなく山頂感ないですが。おお、京都が転ばないように。はい、登頂。登頂のポーズは。やった、登頂。はい、登頂でございます。はいはい。わからないけど、いっぱい山があるし、京都のは京都タワーなんだ。はい、はい、大文字山頂上です。山頂着きました。思ったより険しい山でした。久しぶりに転びました。快適。はい、またね。左の方が急ですね。気をつけて。次の日も待ち合わせ。花見の客も少なくなった。春の匂いはもうやむ。今年も夏が来るのか。高架橋を抜けたら、道の先に君が覗いた。チコチャーズのがひどこだそうで、火をつけて、やだよ、イメージでいいな。ここで、こちらはどちらですか。ここは銀閣寺、かの有名な銀閣寺です。なるほど。これは月1回だそうです。山で、これよくある教科書に使う。そうですね。はい、自称寺銀閣になります。あそこから月でも見たんですかね。どちらへ。滝上駅に戻って帰ります。哲学の道。哲学の道。雨の匂いに懐かしくなるのは何でなんでしょうか。今哲学中の内田さん。それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。さよならって言葉でこんなに胸を抱いて、今もたった数瞬の夕焼け。はい、お疲れ様でした。足が止まっていた先生人生。はい、中さんお疲れ様でした。はい、無事ケアン駅到着です。